こんにちは、ハイズラボです。今回は、10年前に自分で組んだデスクトップパソコンです。マザーボード交換、電源ユニット交換などで延命してきました。最近はあまり使用していませんでしたが、古い型のグラフィックボードが手に入ったので、今回はグラフィックボードを取り付けようと思います。作業へ入る前に現在の数値を計測しようと思います。計測で使用するのはドラゴンクエスト10のベンチマークテストと 3D マークです。ドラゴンクエスト10のベンチマークテストでは、グラフィック設定を最高画質、解像度を 1900×1080、表示方法をウィンドウに設定して計測。結果は890と低スコアで、評価は動作困難。予想通りの結果です。3D マークでも1851と低スコア。この低スコアがどこまでスコアアップできるか期待しましょう。それでは作業に入ります。今回取り付けるグラフィックボードはこちら。ASUS GTX650E1GD5。NVIDIA の GeForce GTX650 を搭載し、HDMI、D-SAB、DVI の3つの出力端子があります。取り付け前にパソコン背面のスロットカバーを事前に外しておきます。マザーボードの PCI Express 16にグラフィックボードを取り付けます。取り付けができたら、プラスドライバーでネジを1箇所締めます。これで完了です。取り付けたグラフィックボードの出力端子を使わずに、内蔵の HDMI 出力端子でパソコンを起動します。ブラウザを開き、ASUS GTX650 ドライバと検索し、一番最初に出てくる ASUS のダウンロードサイトを開きます。ダウンロードサイト内にあるドライバー&ツールのユーティリティをダウンロードします。ダウンロード完了後、パソコンをシャットダウンします。HDMI 出力端子を内蔵からグラフィックボードの HDMI 出力端子に切り替えてパソコンを起動します。グラフィックボードのドライバ等がないため表示がおかしくなっていますが、そのまま作業を進めていきます。先ほどダウンロードしたファイルをインストールします。表示内容を確認し、インストールを進めてください。インストール完了すると、画面がフル HD で表示されました。NVIDIA のコントロールパネルが追加されて、無事にセットアップが完了です。
それでは改めてドラゴンクエスト10のベンチマークテストをしてみましょう。条件は最初のテストと同じです。スコアが8424とグラフィックボードなしに比べると約 9.5 倍、評価もとても快適になりました。 3D マークも6607と約 3.5 倍になりました。グラフィックボードを見ると無事にファンが回転しています。音もそこまでうるさくありません。前回もスリムデスクトップパソコンにグラフィックボードを取り付けましたが、グラフィックボードの取り付けは超がつくほど簡単です。簡単なのにその効果は絶大。グラフィックボード取り付けを考えている人におすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。